皆さん、こんにちは。本日は、エンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに、過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう。会見前夜に練習したんです。統一地方選の応援に行った後、官邸に戻り、10分ほど寝。演壇が斜めなので、手渡された額を置くとき、 どうしても、記者から見えてしまう、新言語が見えてしまわないように、何度も練習しました。もちろん、令和がまだ書かれていない学でですが、かっこ洗い9月、下旬、ちゃんと勉強してるかと絡むから、私が酔っ払っていると思ったんでしょう。あの子、今すごい人気なんでしょ彼、あのおじさんが有名になっちゃったくらいに、思ってるんでしょうけど、カッコい言語発表以降、ニコニコ超会議など、 若者が集まるイベントにも顔を出、令和おじさんの知名度はすっかり全国区に。女子高生からは、あの73分けの人、かわいい、という声まで出るようになった。なぜでしょうね、笑い。私が横、パンケーキが好きだからかな。地方に行くと、令和の人だ。とか、令和だ。とかよく言われるんです。はじめは恥ずかしかったのですが、今は、だいぶ一応、 毎日2回、官房長官として、記者会見をやっているんですけど、それはあまり知られていない。かっこ笑い。令和の影響力が大きかったのだと思います。1989年に、平成を掲げた、小渕恵三官房長官は、9年後に首相に就任。令和を掲げた菅官ポスト、安倍の筆頭閣に挙げる声もある。しかも、監視をしたう、無派閥議員十数人が、 令和の会というグループを立ち上げた。首相は全く考え、令和の会は、ただの懇親会。皆が、私を慕ってくれているかはわかりませんかっこ笑い。それよりも、令和という新時代を担う有望な政治家が、自民党には、安倍、晋三総理の会見にあった通り、見事に咲き誇る、梅の花のように、一人一人の日本人が明日への希望とともに、 それぞれの花を大きく咲かせることができる。そういう時代にするため、環境を整えていくだけですさて、おじさんの花は、今何分咲だろうか。週刊フラッシュ2019年10月22.29首相官邸の官房長官応接室で本誌の取材に応じた菅義偉官房長官70官房長官の在職期間は、歴代最長を更新中だ。 関連記事、ポスト安倍の木並シス菅義偉ワンポイント首相も、4月1日、菅氏は、手渡された、令和の牧書を演壇に置き、一呼吸、置いた。そして、新言語は、令和でありますと、約1分30秒にわたって、牧書を、高々と掲げた。新時代を告げる、歴史的瞬間に、菅氏がつけていたのは、鮮やかなブルーのネクタイ。5歳年下の妻、 マリコさんが選んだものだった。家内には好きなネクタイを選んでいいよと言ったんですよ。私が横浜市議に初当選した頃からずっと苦労をかけてきましたから会見前日には。意外な交友関係も明らかになっていた。全然前,前世などのヒット曲で知られるロックバンドラットウィンプスのボーカル野田洋次郎が新元号の発表は菅官房長官なんだね。菅さんは 俺の中学、高校時代の友達のお父さんとツイート。菅の家に泊まりに行くと、お父さんが帰ってきてあれこれ酔っ払いながら話を、少し目が怖いけど、優しい人だったと明かしたのだ。菅氏によれば、実際はちょっと違うらしい。実は私、お酒を全然飲まない。彼は、うちの三番目の息子の同級生なんです。うちは、男の子三人で、皆運動部。 いろんな友達がうちに遊びに来てくれてね。子供たちが来ると、おい、元気か。